高い位置でこうプレスをかけていたりですよね、はい、まあ、自陣で低い位置だとかなり押し込まれる形で前節と同じような形で相手にチャンス作られてしまいますから、はい、右サイドからクロスが来ます。セリヌ、いきなり先制、アンデルソン・ロペス、デコセッカー右からのクロスを頭で捉えました。開始1分に満たないところでゲームは、アンデルソン・ロペス、くさびを受けて広げます。ここに長戸です。長戸サポート、エドワールド、クロスが来ました、アンデルソン・ロペス、2対2、タイスコア、こちらも今日2ゴール。いや一瞬でしたけどね、しっかり左で長戸が時間を作ったと。